昔とあるばあさんがひねくれている猫と犬を飼っていました。喧嘩すればやめなさいよと抱き上げるのはいつも猫だ。猫は言った素直な猫のおもちゃガリガリに噛みちぎり、フリフリしながらこっちチラ見する。ひどいやつだったが、ある日気づいたにゃこやつ悪気ない。こっち怒ってるのにニコニコしてる。逆にそっとご飯を横取りにゃん。犬よすまんな今日も、すまんなすまん、意地悪私。あの日は犬がキレキレキレてたし、ママとは離れ離れだし泣いてた。一人ぼっちだし、モフ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 チャレチャレしてみた。そしたら犬がご機嫌になったのだ。今となれば大好きな家族だにゃん。